テルグ文字で、テルグテラグーテルグ文字は、主にインドのアンドラプラデー主集で話されている、テルグ語を表記するための文字。テルグ文字とも呼ばれる。所字システムの性質により、アブギダに分類される。古代インドのブラーフミー文字から派生した文字の一つであり、所字方向は他の派生文字と同じく左から右への横書きである。単語と単語の間は、欧米諸言語のように分かち書きする。 ヘルグ文字は、紀元前に、インド北部で成立したブラーフミー文字が、デカン高原南部において、時が経つにつれ時系変化して成立したものである。また、通じ的に西隣のカルナータカ州において使用される、カンナダ文字とほぼ同じ時系変化をしてきた文字であり、カンナダ文字との違いが、はっきりと現れるようになったのは遅くて15世紀頃と、比較的最近のことである。紀元前に、 インド北部で成立したブラーフミー文字は、紀元後1世紀頃から次第に字型が変化していきなおかつ地方差が生じるようになり、4世紀から6世紀頃には南北で字型に著しい差ができるようになっていた。この時期のブラーフミー文字は、インド全体で縦格の支出部が強調されて筆記される傾向にあり、カダンバチョウやバーカータカ朝により支配されていた。 当時のインド中南部ではこの傾向が顕著に現れていた。当時記された資料としては、脂筆部を太く四角く、時には四角の箱型に書かれた字型のものが発見されている。その後、インド全体で筆記用具の発達により創書体が発達するようになる。前期、チャール期や長期には文字がやや曲線的に書かれ始め、これが現行のテルグ文字。 カンナダ文字の源流である。さらに時代が下って10から12世紀頃には、文字全体が丸くしかも一筆書きに近い字体に変化していった。この時期の字体は玄関ナダ文字、あるいはテルグカンナダ文字などと呼ばれる。インド中南部での東西間での字体の際は当初はわずかであり、むしろ時間的、通時的変化の方が大きかった。しかし十世紀以降東西間での差が、 徐々に現れ始め、遅くとも15世紀になるとさが、はっきり現れるようになったとされる。現在では、この時期あたり以降の東の時代を、テルグ文字、西の時代を、カンナダ文字と呼称して区別している。ただ字型が区別できるようになったとはいえ、テルグ文字、カンナダ文字双方とも、16世紀頃に、現在の時代に近いものになったままその後の大きな変化はなくなったため、 現在の事態において両者は多くの字母が告示している。ここに両者とインド北方の代表的な文字であるデバナーガリー及びベンガル文字、南部のタミル文字についていくつかの字母を例にとって比較した表を記す。すべての字母についての比較はブラーフミー系文字比較の項目を参照されたい。ジョーズは一例であるがこのようにカンナダ文字と似た字型が多い。 おしなべて字型が円弧を描いたようなものであることが特徴的であり、北方のデーバナーガリーのような縦の直線が多い、文字とは大いに異なることがわかる。また、南方のタミル文字やマラヤーラム文字なども曲線的な字型が多いが、これらは2から4世紀からデルグ文字とは分化していったために、やはり字型は異なる。 テルグ文字における死音の基本字母は単独で、死音随反母音の音節を表す。例えば、基本死音字母は単独でか、K と読まれる一つの音節である。死音字母は、すべて単母音 A、月で読まれるが、それ以外の母音を付けた音節を記したいときは、死音字母に母音符号を付ける。死音 K に長母音や、を付けた音節を記したい場合、の破線の円に、 死因字母を入れて、年これを、か、け、と読み、おう、おう、をつけたい場合は、という形の母音符号を使って、同様に、年、これを、こう、こう、と読む。また、死因のない母音だけで成り立つ音節を記す場合は、別個に母音の基礎字母があり、それを使う。例えば、という母音字があり、これを、あ、と読む。このように、基礎字母を単独で、 シーン母音の音節として読み、音節に付属している母音を変えたいときに付加記号をつけて示すテルグ文字のような所持システムのことを、アブギダと呼ぶ。テルグ文字の起源となったブラーフミー文字もまたアブギダの一つであり、この文字から派生した南アジア、東南アジアの文字のほとんどがアブギダに分類される。これに対し基礎字母を音節とせず単独でシーン、または母音を表す。 ラテン文字のようなシステムをアルファベットと呼び、基礎字母をシーンとして、母音を補助的に書き記すアラビア文字のようなシステムをアブジャドと言い、これらとは区別される。テルグ文字のシーン磁と、その発音をここに記すこの順序が概ね辞書順である。発音の列には、ローマ字への本字と発音記号を記すこれらの字母についていくつか説明すべき点がある。次に、 母音字を説明する。下表の一番目の列は、子音のつかない母音のみの音節を表すのに使われる。二番目にある母音不可記号の列は、子音に後続する母音 A を他の母音に変えるのに用いられる。その使用例を三列目に示す。タラカットを持つ子音文字につく場合に、タラカットを外してつける、不可記号に、を記している。は、もともとサンスクリットにおいて、 母音として扱われていたものであり、時にラに書き換えられる。他にもや、表にはない、もサンスクリット起源の母音字があるが、現在ではほとんど使用されない。なお、シーン字母に、を付加する際は、シーン字の下に、親や,や小さく書く。母音記号をシーン字母に付加する場合に意識すべき、こととして、できるだけ一筆書きをすることが挙げられる。そのため、 不可記号がつなげて書かれたような字型となることが多い。例、ば、ボぼシーンの上部につく、不可記号の書き始める点は、基本的に次のようになる。タラカットのある、シーンアザ、タラカットの角の地点タラカットのないシーンアザ、シーン時の筆較の終点から続けて書く例、パスカル、ポリエチレン、ば、ベイラルナな、ニーただし、シーン時と、 母音付加記号の組み合わせによっては、例外的な付き方をするものもかなり多く、特に、I、E については、付き方に3パターンあるという方が早い。ここに、それぞれの付加記号について、例外的な付け方や、注意点などを示す。上部が円弧状の字型の字母、円弧を付け加える例がギ、なぎ、き、だ、り、ラリ、り、り、字覚の終わりが、 右下から左上へ伸びていく字母、続け書きする。不可記号の形の変化に注意。例、こ、イい、イジ、じ、ええじ、じ、だ、き、じば、ばい、び、ま、ミみ。その他、上表の通りの記号をつける。続け書きしない。例、か、き、き、ご、ぎ、ぎ、な、ニに、パスカル、ぱい、び、ええ、あい、には、つけ方に、 例外はない。キロトンなどの二重シーンは、を使って表すことができるが、基本的には二番目のシーンを下、あるいは右下に少し小さく書くという方法で表す。下に書く文字は、タラカットを取る。例、DDA、じゃ、このような書き方があるために、は、普通五月に使われる。右下から左上へ伸びて終わる字格を持つ、シーン字の中には、最後の字格を上へ伸ばすものがある。 例バ、このように書く、死ン児は次の求字である、さ、チャ、パスカル、フォバ、バ,バエさ、さ、二番目のシーンとしてよく出てくる、次の八つの死ン児は、下に来る際に形を変える。下に来た時の形を単独のフォントで表すことができないので、シーンあざかの後に来た時の例を示す。また、慣用的にケー、さは特殊な形となる。これは、 差のカンナダ文字 K が下に来ているように見える。他のシーン字に差が来るときは、規則的に、タラカットを取り除いて、下に小さく書く。PA 他にも二重シーンを表す文字がいくつかある。シーン字の右に、を書くと、シーンの前に R マイナスがつく。例、が、しかしこれは、のように原則通りに二番目のシーンを下に書いても、良い。音節末のシーンを表すのに、 次の特殊な記号がある。句読点には伝統的には次のものがある。しかし、現在は欧米式のピリオド、コンマ、疑問符を用い、伝統的なものはほとんど用いられない。インド系の各文字には独自の字体を持つ数字がある。テルグ文字における数字は、可表のようなものである。使用法は、三様数字と全く同じである。例、イコール906イコール906。 ただ、現在では、アラビア数字が、ほとんどの場で使用され、テルグ文字独自のものはほとんど用いられない。以上に見てきたように、テルグ文字は、シーン文字と、母音記号の組み合わせや二重シーンの組み合わせ方が、複雑で、時に例外を取ることもある。このような、複雑な所持体系を持つテルグ文字は、コンピュータに、字型を正しく出力させるのが難しく、出力システムの設計。 構築は難題である。ユニコードでは以下の位置に次の文字が定義されている。なお、当点及び区点は、テルグ文字枠には定義されておらず、デーバナーガリーにて定義されている U プラス0964及び U プラス0964を利用する。ピリオド、コンマ、疑問符は英文のものと全く同じであり、テルグ文字枠には定義されていない。Windows XP Windows Server 2003以降のオペレーティングシステムでは該当のテキスト処理システムをインストールすればキーボード上でテルグ文字を入力することができる。インストール法など詳しくはヘルプ、多言語対応を参照。2018年2月中旬に iOS11.25 においてシンボルを意味するを受信すると Apple 社の製品がクラッシュし、 メッセージアプリが開けなくという不具合が発覚した。なお、iOS 11.26よび MAX、ハイシエラ10.133追加アップデートでは修正された。Windows のテルグ語キーボードの配列は以下の通り。赤字部分は右 ALT を用いて入力。ありがとうございます。